ラグビーワールドカップの会場となりました昭和電工ドーム大分が使えないということで、2002年以来17年ぶりにこのピッチで試合が行われます。大分トリニータ対湘南ベルマーレの一戦、大分は6試合勝ち星がありません。一方の湘南は3試合勝ち星から遠ざかっています。まあ、両チーム3ポイントを目指しての一戦ということになります。では大分トリニータスターティングメンバー予想フォーメーションでご覧いただきます。3-4-2-1 のシステムです。キーパーが高木、3バック左から三沢、鈴木、岡野、ダブルボランチに小林、島川、左が田中、右に松本、シャドウに三平、オナイウ、アド、ワントップに伊佐と入っています。まあ、前節から変わったのが岡野、三平、伊佐の3枚です。では続きまして湘南スターティングメンバー予想フォーメーションで見ていきます。こちらも 3-4-2-1 のシステムです。キーパーが秋元、3バック左から大野、坂、岡本、ダブルボランチが金子と斉藤、左が杉岡、右が小林、シャドウに梅崎、山田、ワントップに山崎が入っています。合わせるか直接か、変化して、おっと、おお、ここは変化つけて狙ってきました杉岡。その伊佐に入ります。スルーしてというところ、伊佐前向いた状態、伊佐です。三平中でシュートを狙う、ゴール。先制は大分、三平が決めました。自らコースを作って右足、ここ縦パス入った時に、まあ、少しミスだと思うんですけど、ここでカットして前を向いた時に、ここでボールをコントロールしながら自分で少しコースを作りながらですね、まあ、ここ湘南のミスだと思いますけども、ここボールを奪った時に右足で多分股を狙ったと思うんですよね。股を狙いながら少し多分キーパーからするとあそこのコースは切れていると思って少し消したところがあると思うんですよね。さあ前半の45分過ぎてアディショナルタイムは1分です。おっとこれはミスになった。伊佐行く、伊佐運ぶ、右には2枚、左にいた小林、右のオナイワドを使う、オナイワドのシュート、秋元弾いて押し込んだ、伊佐決めて2対0、前半の終了間際です。点差を広げます。起用が当たりましたね。まあ、これミスだと思うんですけども、やっぱここで奪われたっていうところが非常に痛かったと思いますし、まあ、ここでカウンターでこう2人がね長い距離走るんですよね、小林とオナイウですかね。でこのシュート、まあ、弾いたところ、まあ、いいところ狙ってましたし、まあ、彼今日1点目もアシストしましたし、しっかりここでやっぱゴール奪って、やっぱ監督の起用にしっかり応えましたよね。ミサオが浮いているが、巻いてくるボール、ミサオに来た、ターゲットミサオでした。サイドで少しためとクロスを上げる回数っていうのが増えてきましたね。ここはターゲットに送るが、高木、おーっとファンブルした、こぼれた、野田のシュート、1点返しました湘南。野田1点返す、1点差に詰め寄ります湘南。さあこれでゲームまだ分からなくなりました。ファンブルしたとこ見逃さなかった野田。さあここも前からかける、さあここをつなぎたい湘南。ただ大分奪って裏、田中速い、ぶっちぎった田中、キーパーと1対1、田中のシュート、ナイスセーブ秋元。いや素晴らしいですね、決定機、素晴らしい反応を見せました。目先のコーナー、ニアサイド、タイミングはバッチリでした、合ってました。素晴らしいボールでしたけどね。ニアのボール飛び込んだ菊池、入れてきたファーサイド、長いか、折り返し、
ライン割ってました。ここで試合終了の笛です。逃げ切りました大分、7試合ぶりの白星です。2対1、大分トリニータ勝利を収めました。